こんにちは。ことふみ郡山の渡辺です。今日は細い編集、欧米館いそから、学問の道は立派な先生につき、良い友を選ぶことにあるというお話をご紹介します。それでは、行きます。殿がまだ五弱年のことゆえ、貴くんが忠誠の心一筋にお仕えして、ゆくゆくは名君と呼ばれるような方になっていただきたいとの志、 今更ながらご忠誠のほど感じております。いつも申し上げておりますように、一国がよく収まるか乱れるか、領民が喜ぶか不安に思うかは、ただ、君主一人の得か不得かにかかっていることは申すまでもありません。殿がご立派であれば、すべてのことがうまくいかないはずはなく、殿が良くなければ、すべてのことがうまくいかないことは、昔から言われていることであります。 住職にあるものは、君主の心の間違いを直すものであると言われていますが、あなたの職文は何よりも君主のお考えを正しくお育て申すことが最高の忠義で、これより大きな功績はありません。近頃、このような点に心を尽くされますことは珍しいことで、失礼ながらあなたなどは世にも稀なご中心と存じます。さて、君主の徳とは、 本当にご本人が自主的に善を好み悪を嫌われること以外にありません。この自主的に善を好み悪を嫌われるということは、ぜひ女性の道理をしっかりと自分の心で考えられることであり、その方法は学問よりないと考えられることより他に良い手段はないと考えます。 ますます学問に精進され、いつまでも勇敢に怠りなく取り組まれることであります。しかし、実際に学問を好きになるように心を尽くされても、なかなか思うようにいかず心配しておられますとのこと、最も至極のことと存じます。真摯なお便りをいただきましたので、失礼ながら私の意見を遠慮なく申し述べさせていただきます。まずもって、 あなたのお考えはもっともと思いますが、全般の取り組み方が十分に行き届いていないためかと思います。よくお考えになってください。どのようなことでも、始めた最初から面白いことはありません。まして、学問と申すのは心のあり方でありますから、お若いご主君ご自身が最初から面白く思われるはずはありません。ですから、昔から学問を進める道は、 立派な先生につき、良い友を選ぶことにあると申します。この良き私有なくて、名君に一人でなられたお方はありません。しかし、その良子良友も、君主自らがこれを敬い、これに親しみ愛することがなければ、何の役にも立たない人になられるわけであります。身分の低い人は、先生とはいつも気軽に質問をし教えてもらい、 友人とは日頃から心安く話もしておりますので、お互いに心は通じ合い、先生も遠慮なく教え導き、友人も遠慮なく議論できますので、そのような中で学ぶことができますと、お互いに自然に溶け合い、学問も面白くなるものであります。尊い地位にある人は、たとえ孫子などといって名目は尊くあっても、 実際は、主と家来との関係で、君主の方には、なんとなく低く軽く見る心があり、進化の方には、元より君主に対する恐れ、敬まう気がありますから、大方は、十のうち、二つか三つよりは言わないものであります。まして、学問のお相手に選ばれた者も,も、学問のお相手だけという立場ではなく、お蕎麦使いの気持ちでいるので、良くない。 と判断したことも大体は黙ってやむやみに申し出せません。こういうことで主君の学問が面白くなるようなことはいつまでもないわけであります。そこで君主に学問を面白くなっていただくためにはこの点をよくお考えになることが必要であります。ですから君主が学ばれる時の進化は師匠と申し、または 貧客、貧師を申す呼び方もあります。ですから、学問の勉強をするときだけは、通常日頃の儀礼を外し、詩は家来ではなく本当の先生、学問の友はお,つお蕎麦使いの者のではなく、学問の仲間という姿にならなければなりません。君臣の心が隔たっていて、礼法だけにこだわり、遠い松座の席で、 手をつき、頭を打たれて、始めから終わりまで定まった言葉を述べ、講じて、相手に聞こえようと聞こえまいと関係なく、ただ礼儀を失わずに、一章、二章と済ませ、それ以外のことは、一言半句も申し上げないというようなことは、世に言う御書印講尺というもので、たとえ何年学ばれても少しの益もなく、ただ形式を整えたというだけのものであります。 以上、名君、上杉鷹山を導いた細い兵衆の人間学、大名館遺相、司会、渡辺五郎三郎先生の現代語訳からご紹介しました。ありがとうございました。